では皆様にご挨拶をいたしましょうか。しましょう。ハッピースター、ハッピースター、皆様ようこそ東京ディズニーランドへ。私どもはウェルカムフラワーバンドと申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして私がバンドマスターのサンフラワーです。さあでは皆さん準備はよろしいですか。リリー、OK、はい、ガブラ、オッケー、マーガレット、はい、よろしいようですね。さあ、では参りましょうか。ミュージック、スタート。ここは360日、花があふれる魔法の国なのさ。ラララララララ、どこでも今も「アドベンチャーランドに」「プリメリア」「ウエサンランドに」「サボテン」「プリサーカントリーにメコニア」「クモのランドにサクラフトミオラ」「今はまさにイースターの季節」「にぎやかで楽しい春のパークに皆様をお迎えいたします」ありがとうございます。さて皆さん、ここ東京ディズニーランドでは一年中たくさんのお花がさまざまなところで咲いているんですよ。そこで私たちが季節と花の音楽に乗せて素敵なお花たちのことを楽しくご紹介いたしましょう。それでは早速パークの花咲く一年間を一緒に巡っていきましょう。まず最初は心弾むきらめく春。ファンタジーランドではデイジーの花が咲きます。デイジーは日の光を浴びて花が咲くんですよ。暖かい春にぴったりですね。そしてもう一つ、シンデレラ城の周りで咲くのはチューリップ。チューリップはまさに愛の花なんです。ピンクは愛の芽生え、赤は告白。色によって素敵な花言葉があるんですよ。皆さん、ぜひ大切な人にチューリップ送ってみてくださいね。次は太陽が輝く夏です。アドベンチャーランドに咲いているのはハイビスカス。暑い日差しの中で毎日新しい花を咲かせます。そしてトゥモローランドで咲いているのがメゴニア。ユニークな花びらが愛らしい花ですね。さらに夏にはパーク中に咲くこの美しい花の名はバラ。そうです、バラでございます。キャッツーカルセルのそばに咲くバラはディズニーランドローズと呼ばれているんですよ。まさに名前にふさわしい華やかな花ですね。そして緑の秋、トゥーンタウンのヒメリンゴは赤くて可愛い小さな実をつけます。さらにファンタジーランドでは綺麗な菊のトピアリーが見られるんですよ。さあ秋をもっと紹介しましょう。コスモス、コミジ、ホコモミジ、ブレリウム、ストス、マリエゴールド。はい、最後はロマンティックな冬です。寒くてもパークではさまざまなお花たちが咲いているの皆様ご存知でしょうか。冬の代表的な花といえば清純の花言葉のシクラメン。そうですね、うつむきがちに花を咲かせていることから「ハニクミ」なんていう花言葉もあるんですよ。とっても可愛らしいですよね。ピンクや白、赤など冬のパークを鮮やかに彩り皆様を楽しませてくれるでしょう。さあ皆さん、パークの花咲く一年の旅、はい、いかがだったでしょうか。あ、よかっただと思いました。このようにパークではさまざまなお花たちが咲いています。ぜひ素敵なお花たちを皆さんで探してみてくださいね。それでは今日は特別
ありがとうございました。さて皆さん、今パートはミスターの真っ最中です。そこで今度はミスターの楽しい音楽に乗せて一緒にダンスを踊っていきましょう。手拍子をしたら、今パークで咲いている春のお花たちとミスターの卵のポーズです。まず最初はファンタジーランドのデイジー、手を大きく広げます。シンデレラ城のバーベナは優雅に咲かせましょう。そしてトゥモローランドのペチュニアは可愛く咲かせます。最後はミスターの卵のポーズです。まずはデイジーから、あ、サンハイデイジー、そう、まずはバーベナです。サンハイバーベナ、素晴らしいですね。さあ行きましょう、ペチュニアです。ペチュニア、最後は卵、元気に卵。さあもう一回デイジーからいきますよ。はい、元気デイジー、素晴らしい。さあ優雅に参りましょう。はい、優雅にバーベナ、さあ可愛くいきましょう。はい、可愛くペチュニア、可愛いな。さあ大きく言いましょう、大きく卵、素晴らしい。さあ次はミスターのウサギのポーズです。耳を作って右から振っていきますよ。3、はい、左、右、左。皆さん、可愛いウサギさんになってくださいね。さあ笑顔のウサギさんに皆さんなっていきましょうね。素晴らしい笑顔です。さあそのままもう一度デイジーから体験に行きましょう。準備はよろしいですか。手拍子から、さあ行きましょう。はい、サンハイデイジー、素晴らしいですね。はい、優雅にバーナー、さあポワッと咲いていきましょう。はい、サンハイポワッと咲いていきましょう。最後卵一緒に元気に卵、素晴らしい。さあ最後は皆さんでウサギのポーズです。さあ行きますよ、サンハイポーズ。どうもありがとうございました。さあでは皆さんで復習をしていきましょう。ファンタジーランドはサンハイデイジー、そうですね。そしてシンデレラ城はサンハイバーベナー。はい、皆様これコツがございます。ぬーではございません。シュッと出していきましょう。はい、いきますよ。はい、サンハイシュッ、はい、素晴らしいですね。そしてトゥモローランドはサンハイペチュニアの花が咲いております。そういえば花壇に咲く春の花々の中にはイースターエッグ工場から逃げ出したいたずら好きの卵ウサタマたちが隠れていることがあるみたいですよ。ねえサンタマン、はい、見て、おや、ほらこんなところにも。どうやらウサタマたちは春のお花が大好きのようですね。皆さんもぜひ春のお花を探すとともに可愛らしいウサタマたちも探してみてくださいね。それでは皆様が素敵な一日をこの後もお過ごしになれますよう、私たちの歌でお見送りをさせていただきます。お母さん365日、願いが叶う魔法の国なのさ。どうぞ素敵なイースターをお過ごしくださいませ。ララララララ、楽しい一日を。楽しい一日を。ハバナイスフラワーデイ、いらっしゃい。いってらっしゃい。